はい、皆さんこんにちは。今日は iPhone 11 Pro 用のケースを一つ購入してみました。で、こちらでございます。グラマスカラーズのこちらリブライトというね製品なんですけどね、2000円ぐらいなんですね。で、こちらね新製品ではないんですけど、先日友人のねブロガーのゴリミンのゴリさんにね会った時に使っててね、触らせてもらったんですよね。現物前にね紹介してるのはね見てたんですけども、で現物触ってみるとね、これがなかなかね良かったんでね、まあ、私の方もねちょっと使ってみようと思いまして、ネイビーを購入してみました。それではいきまーす。はい、ということでこちらグラマスカラーズのリブライトというね製品ですけども、でこれのネイビーという、ね、色なんですね。でこういったなんかアタッシュケース風のケースっていうのは、まあ、ゼロハリバートンなんかね結構高いですし、まあ、これはね2000円ぐらいですからね、割とね安い方なのかなっていうねところでですね。でこちら開けていきますけども、グラマスというとやっぱりね手帳型のレザーのねケースが有名だと思うんですけどね、私手帳型ねあんま使わないんでね、ちょっとねチェックがね遅れたというのはありますかね。こちらでございます。で見た感じね質感も結構ね、このマットな TPU らしいんですけどね、いい感じですね。で、まあ、やはり日本のブランドですから、まあ、丁寧なねこの取説がついているということでね、まあ、このあたりね梱包も含めて交換持てますけども、現物ねこんな感じですね。で、まあ、触った感じは、まあ、TPU 特有の、まあ、ねっとり感がある感じで、内側はマイクロファイバーがしっかり入っています。まあ、背骨はねさほど硬いわけではないですね。でここもね左右ちゃんと非対称にね開口してたりしますし、まあ、全体的に、ぐるっとねカバーしてくれるケースのようですね。まあ、割とねあの幅が狭く感じるんでね、後で測ってみますけどね、どんな感じでしょうか。でこの縦縞のねこの突起がなかなかね、手に引っかかりが良さそうなんでね期待されるとこですけども、でこれねただちょっとね、この若干歪みが、ね、あったのが、残念ポイントではあります。まあ、これが何かね、狙いなのか分かんないんですけどね、まあ、はめてみるとどうかという、ね、ところですね。ちょっと真ん中へこんでますよね。で、装着の方を、ね、してみます。でこちら、11 Pro の、スペースグレーですけどもね。でこちらね、でこれボタンもね誤作動しなかったり、そのあたりはいい感じですね。で、まあ、最初握った感触はなかなかねいいなというね印象ですね。でやっぱねこのザラザラの縦線がね結構効いてるなというねイメージで、うん、割とね好感触ですね。かっこいいですよね、なんせね。でこれね持った感じ、まあ、ちょっとねやってみましたけど、まあ、私ねこれ11 Pro はね片手操作ギリギリな感じなんですけどね、まあ、それにはね全く影響はないという感じで、開口部ここがねちゃんとこの穴のところ左がちっちゃくなってるんですね。設計がね行き届いてる感じがします。でこれここもね塞がれていますし、で上もねあれですね、で角っこがね二重になってる感じなんですよね。でここのマナーボタン、指の腹でできるかどうか、できますね。でこの画面側ですけどね、この説明書きにはね立ち上がってるって書いてるんですけど、まあ私ねガラスフィルム貼っちゃってるんでね、ほぼフラットぐらいに見えるかなってとこでしょうかね。ガラスを貼ってない人とかね樹脂系だったらねうつ伏せの時に、しっかりね、この設置しないと思いますね。でこちらボタンの方です。これボリュームボタン、これはね塞がれてますが、あかなりね反応いい方ですね。これね好感触、右側の電源スリープボタンも同じくこんな感じですよね。うん、いいんじゃないでしょうかね。で持った感じ、うん、両手持ちしっくりきますね。で片手持ちもねなかなかしっくりくる感じで、うん、やっぱねここのザラザラがね非常に効いてるイメージですね。うん、いいんじゃないかな。でまあ片手操作は、まあ、一応上下なんとか届く感じですけどもね、つるっと滑っていくことはないですね。うん、そんなんでね、まあ、持ちやすさはね、まあ、TPU 特有の手の感触はありますけども、比較的グリップいいんじゃないですかね。で、まあ、タイピングもまあ片手で、まあ、私最近はねこの右にずらして使ってること多いですけども、まあ、こんな感じで、うん、まあまあ、特にね違和感はないというねところですね。
全体的に、まあ、持ちやすいケースじゃないでしょうかね、まあ、こんな感じでね、とにかくかっこいいですね。で、生地での滑り具合を見ます。で、これいつものねフェルトのやつでねやりますけど、あ、まあまあね粘ってますね。結構粘ってる方かな。で、せっかくなんでこれ島のこの向きをね変えて横向きでやってみますね。これめったにやんないですけど。で、あ、これかなり粘りますね。ほう、なるほど。で、ちなみに裸の場合はどうかというと、まあざっとこんな感じ。まあ割とねスルッといっちゃうんですよね、すりガラスですから。で、これはアンドメッシュ、アンドメッシュもね同じように TPU ですけどね、これよりはちょっと粘りが弱かったかな。で、これはピタカで、ピタカはねまあそんなに粘んないんでね、うん、まあこれよりはね今回のやつの粘ってますね。で、これはトゾ、一番ね軽量のやつですけど、これもスルッといっちゃうんですよね。で、こちらがパワーサポートのエアジャケットのスモークのやつですよね。これがね意外にね粘るんですよね。で、最後オレスタンドカンピーノですけどね、これはまあスルッといっちゃいますよね、光沢仕上げですからね。で、まあそんなんでね、このまあ生地とねこの手の指の感じっていうのはまた変わってくるんですけど、まあ、手の指の場合はねこういった光沢仕上げが意外とねとっときますよね。で、ただねこの辺のまあ TPU 関係はまあ、割とねさらっとしつつねとっとみたいなね印象ですけど、まあ、そのあたりがねこの凹凸で補っているなというねイメージで、まあ、こういうものよりはね全然ねとっとしていますよね。で、外してみるとどうかっていうと、で、このケースはね比較的入れやすかったんで外しやすさもあるみたいでね、意外とスッとね取れたんで、まあ、そのあたりはね苦戦はしないでしょうね。で、リングなどはねどうなんでしょう、再利用になっちゃいますが、ポップソケット、ポップグリップですね、つけてみますが、やっぱりねこれこの突起が邪魔をしてねしっかり粘着力がね出ないっていうことで、まあ、ちょっとねポップグリップは無理みたいですね。で、こちらはねこれも再利用ですが、アイリングリンクってやつですね、これもね全然つかないですね。やっぱりね、このケースは、リングには向いてないです。で、重さの方ね測ってみます。で、こちら、はい、26g、 まあ 26g っていうとね純正のシリコンとかその辺だと思うんですけどね、私持ってないけど、だからまあ中ぐらいというねところで、重すぎず軽量タイプではないというね、まあ、そんな感じの位置づけでしょうか。で、外側寸法ですね、どのぐらい大きくなっちゃうのか。で、これはねノギスで測るとこの突起のとこでね 75.6mm で、この突起のね爪のない部分で測ると 74.4 ぐらいだったというねとこですね。で、まあこれはね突起のある部分で言うと確かにね、75を超えてますからね、ちょっと幅がある方なんですけど、持った感じはねこの左側のオレスタンドぐらいのねイメージにですね、まあ寸法もねそのぐらいですから、なんか、ね、幅があるようにはね感じないっていうのがねこのケースの不思議なところなんですよね。で、内側寸法です。で、これはガラスフィルムとのね干渉の部分ですけども 68.5mm ということで、で、今現在ねシュピゲンのこの全面ガラスはね干渉していないんでね、まあ基本的にはねガッと開いてはいないですが、干渉はねないんじゃないかというね、まあ、そんな感触ですよね。ちょっとね一部のガラスは分かんないですけどね。で、充電関連調べてみました。まずはライトニングですけども、一番大きめと見られるベルキンのね C2 ライトニングのやつですけど、これがね結構でギリギリっていうかね、もうぴったりぐらいの寸法ですね。だ、まあこの辺も視野に入れつつ設計したんじゃないかなっていうねとこですけどね。で、まあワイヤレス充電についてはね、公式に謳ってる通り、しっかりね充電ができるというねところでね、問題なしというね感じですね。で、オズモポケットよく聞かれるのでやっておきました。で、こちらでも厚みがあるとね入らないんで使えなくなるんですけど、このケースの場合はちゃんとね認識してアプリがね立ち上がっていますし、で、これグラグラないかもね確かめましたけど、比較的で安定してるんでね、使えると思いますねこれはね。はい、ということでね今日はこちらのリブライトグラマスのね、ちょっとね買ってみましたけどもね、
まあ、やっぱね、まあ、とにかくかっこいいですよね。で、思ったよりも幅が出て感じないというね。そしてこの突起がね、非常に手触りいいというね、ところでですね。まあ、なかなかね、いいケースでね、まあ、さすがゴリさんというね、感じでございましたけどもね。それでこちら私はね Amazon で買って2037円でした。で、色はね4色ありまして、まあ、オレンジとかねカーキとか黒とかがあるそうですね。まあ、そんなんでね、やっぱりねこのアタッシュケース系スーツケース系のねデザインとしてはねなかなかよくできている、お値段もね抑えめの製品だと思いました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。